それでは次のご講演者の方をご紹介いたします。 UC バークレーのロナルド・グロンスキー先生です。グロンスキー先生には Tradition and Innovation in Higher Education Through Shared Governance と題してお話をいただきます。 Next, I'd like to now invite Professor Ronald Gronsky。次はロナルド・グロンスキー先生、 UC バークレーの先生にお話しいただきます。シェアードガバナンスを通した高等教育での伝統とイノベーションです。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。グリムソン先生のプレゼンテーション本当に素晴らしかったですね。 MIT は本当に高い基準を設けてアカデミックエクセレンスも追求し、学部生の教育も将来に向けて大きく進展していくと思っております。バークレーの方からもいろいろな例を出すこともできると思うんですが、しかしこのシンポジウムのさまざまな課題に取り組むために、私の方からは私たちはどのようにしたら大学を大きく変えることができるのか、一例お話をしたいと思います。私たちがバークレーでどのように取り組んできたのか。バークレーは公立大学ということで全く MIT とも違います。そしてこれをシェアードガバナンスを通してどのようにやってきたかお話ししたいと思います。とはいえ、先にバークレー校がどういうところであるのか紹介したいと思います。私たちはユニバーシティオブカリフォルニア、カリフォルニア大学バークレー校と呼ばれています。非常に大きな大学に育っていきましたが、この伝統でよく知られた大学でもあります。1868年カリフォルニア州の議会の法案によって作られましたオーガニックアクト、有機法と呼ばれるものですが、ユニバーシティオブカリフォルニア、もともとは農業、それから機械技術の分野でのトレーニングを提供するというところから始まりました。工業、それからメカニクス、土木工学、この3つの分野を教える大学として作られました。工学は2つの分野でしかなかったわけです。土木工学とそれから軍事工学の2つだけだったわけです。今ではいろいろな工学の分野があるわけですが、最初の卒業生たち、カリフォルニア大学の最初の卒業生たちです。ジェンダーバランスなんて何もありません。そして蝶ネクタイが流行りだったことが分かると思います。今ではカリフォルニア大学大きく育ちました。10のキャンパスを持っており、22万の学生がいます。そして教職員は17万人、国立研究所が3つ、メディカルスクールは6つ、そして150万人の卒業生がいます。昔とは随分変わりました。10のキャンパスがありますが、フラグシップといわれるキャンパスであるバークレーはキャルという名前で呼ばれるのはここだけなんです。キャルと言っていいのはバークレー校のみです。さて、大学そのものについて、バークレー校そのものについてちょっと紹介します。大学にやってくる学生2種類います。新入学生として大学の学部に入ってくる人たち、そして2つ目は3年生として編入する方法です。カリフォルニアマスタープランというものがありまして、カリフォルニア州の市民全員に教育を与えようというものです。資格のある学生は皆が大学デグリーを取れるようにするものとなっています。州立大学、あるいはコミュニティカレッジで教育を受けることができます。そしてジュニアレベル、つまり3年生レベルで編入することができるわけです。私は材料科学の工学分野をやっていますが、私たちの卒業生の半分は3年生の編入生として大学にやってきます。では学生たちについて少し紹介します。学部生2万6000人バークレー校にいます。我々工学部だけではありません。13から15% ほど、バークレー校の13から15% が工学分野です。そして大学院生は1万人、
もうできる限り、もうその広げられる限り、その弾性、弾力性で広げられる限り大きくしています。そしてカリフォルニア大学にやってくる人たち、大多数はカリフォルニアの市民です。まあ、それには政治的な理由があります。もともと私たちはカリフォルニア州が資金を出して大学を建てたからです。学生の 10% はアメリカ人だけれども州外からやってきた人たちです。いわゆるノンレジデントのアメリカ人の学生ということになります。ネバダ州の学生もいるかもしれません。キャンパスまで数時間車で運転してくればやってきます。そのような形で通学する学生もいます。そしておよそ 10% は今留学生となっています。いいニュースは今バークレー校大きく変わろうとしておりまして、留学生の数は増えておりまして、今後も増え続けるだろうと思っております。では学部生のプロフィールです。2万5000人ほど、その 10% は高校を優等の成績で卒業しています。ですので大学入学は非常にハイスタンダードとなっています。今だったら私もバークレー校に入ることはできなかったんじゃないかと思います。そして学生の6500人ほどは家族の中で初めて大学に入学するという生徒です。つまり親たちや兄弟たちは大学に入学したことがないと、大学に近いものにも入学したことがない、自分たちが最初だという人もいます。そしてファクルティの中にもそういった人もいます。私もその一人です。私がバークレー校に惹かれたのはこの点があったからです。で、1万7000人ほどの学生は何らかの形での資金援助を受けています。2万6000人中の2万7000です。この統計をご覧ください。ペルー奨学金ですが、これは経済的に苦しい立場にある学生たちに提供される連邦奨学金です。アメリカ政府が提供する奨学金ですが、ここにあるのはいわゆるペルグラント奨学金を受けている8つの IB リーグの大学の学生数です。非常に有名な名前ここに並んでいるのが分かると思います。ではペル奨学金を受けているバークレー校の人たち、同じこの2011年どれぐらいいたかですが、これぐらいの数になります。すべての IB リーグの大学、8大学の数を合わせたのとほぼ同等であるということが分かります。これでバークレー校に来る人たち、どういう学生であるか分かると思います。ではどういう勉強をしに来るのか。 13% が工学部の学生だと言いました。実は14のカレッジやスクールがバークレー校の中にはあります。そして学際的な研究ユニットとしては80ございます。学際的グループというのはファクルティ、それからスタッフ、学生がいろいろな学部で勉強しているわけです。2つどころか10ぐらいの学部にまたがって勉強しているところもあるわけです。それから学部学科というんでしょうか、アカデミックデパートメント130あります。350の学位プログラムもございます。そしてコースを取るというのであれば7000のコースから選ぶことができます。本当にアカデミックファクトリー、工場といってもいいぐらい大掛かりなものです。では生産性はどれぐらいかということですが、2012年から13年には7500ほどの学士の称号を授与しました。2100ほどの修士号、そしてこちら驚かれるかもしれませんが887の研究、それから小 学術分野で博士号、そして377が専門分野で提供されました。 PhDの授与する数はアメリカの他の大学の中でも随一であります。ただここで重要な側面の一つ、我々がその伝統をそのまま続けながらイノベーションをできるというのは、実は国際的なコミュニティを巻き込んでいるからなんです。そして我々はこれに真剣に取り組んでいます。今でも私たちは成長過程にありますが、今現在6000人ほどが120の国から留学してバークレー校で学んでいます。学部生3456人、さらに2200人ほどが大学院で学んでいます。これは留学生の数です。
ポスドクのレベルだとさらに上がります。ポスドクの学生バークレー校にいる数は毎年どんどん増えております。そしてポスドクの中で6割は留学生、海外からの学生ということになります。私はバークレーキャンパスで同僚たちとの経験は非常に豊かであります。ファクルティの4割もアメリカ国内で生まれた人たちです。ですので非常に教職員、多様な教職員であるとも言えるわけです。その教員たちは1600人がフルタイム、500人はパートタイム、非常勤の講師陣となっています。では